はい、どうもやってきました、はい、ゾンゾンチャンネルよいしょ、久しぶりです。病み上がりやな、お前。ああ、病み上がりでテンション高いな。いやー、もうほんまにね、コロナになっちゃいました。ゾンゾンの日やもん。すいません、いやもう治ってます。治ってます、はい、すいません。もう復活したということで。復活しました、やっと。もうゾンゾンチャンネル見てる人も、はい、文句干されたんちゃうか。いや、まあまあ、干されるようなこと一つもしてないです、ね、大変やったと。はい、大変でした。ということでね、はい、はい、すいません。で、はい、今日はですね、はい、まあ、久々に、はい、TikTok でね、ちょっと勉強会したいんですよ。やっていきましょう。もう最近はやっぱりね、はい、TikTok でこう流行りがね、はい、生まれたりするし、はい、で、まあ、TikTok で使われる曲ってさ、はい、なんか使い捨て感あるやん。使い捨て感があるんですね。んなことない。いや、僕はちょっと、まあ、TikTok 自体はなんかこう、はい、今はこれやけどさ、うん、1ヶ月後はこれみたいな感じでさ、もう、はい、すごいね、このスピード感が。目まぐるしいわけですね。うん、で、はい、だから、はい、もうこれ結構前に、2人でやったと思うんですけども、はいはい、そっからまあ1ヶ月以上経ってますから、はい、多分ね、もう今のレゲエの流行り変わってるんですよ、はい、TikTok 内では。いや、それはちょっと僕も興味津々です。そうそうそう、はい、だから変わってるか変わってないかも含めて、はいはい、ちょっと見ていきたいと思います。検証ですね。ということで今日は、はい、TikTok で、はい、流行ってるレゲエを皆さんで勉強していきましょう、はい、勉強しましょう。ということで、もう早速、はいはい、TikTok を、はい、じゃあ、じゃあこれはええね、はい、これはええね、レゲエでね、はい、検索しますよ今日も。おお、はいはい、なるほど。これ見ます、はい、めっちゃ癖になるって書いてるんで。レゲエバース、はい、速報です。渋谷ファミリーでたった今起きた殺人事件、被害者は東京の男性、趣味は歌いで、いや、カラオケ。おっと、ここで追加の情報です。出てきた現場からの証言、犯人の特徴3つだけ、赤目ちょんまげプラス関西弁。速報です。うまいやん、うまいじゃないですかこの人、はい、ちょっと誰かわからんねんけど、はい、うまいね、はい、レゲエ、レゲエなんかな、はい、誰なんでしょう、わからない、ちょっとわかんないんで、はい、知ってる人は、はい、コメント欄にこれあいつですよみたいな、はい、あんま変わってない、あんまり変わってないんですけど、はい、まあ、これちゃいます、はい、ゴリゴリのレゲエ女、久しぶりに出てきたな、はい、ミッション、寄ってらっしゃい、寝てらっしゃい、この、はい、これはもう知ってるね、俺、はい、あ、まあ、PV だけってことですかね、はい、はい、いや、もう奈々子がやっぱ来てるねんて、あ、うん、やっぱり、うん、かわいいって書いてある、これ奈々子でしょ、はい、これズンズンフェスやん、これズンズン、そうですね、大阪城ズンズンやん、自由人さん、レッドスパイダーも切り抜きせえや。ほら、カエルスタジオ。自由人さん、はい、7個だけ切り抜いてな。はい。まあ、あるんじゃないですか。レッドスパイダーも切り抜けよ。かっこいいでね。ズンズンチャンネルとか。はい。これいいんちゃいます。チェホンしか勝たん。はい。チェホンにハマってます。はい。いきなりウィキのビートに乗るフロー、いきなりや耳鳴りの治療法、ニコフォーフレーバー漂ってる、漂ってるぐらいじゃ済まないぜ、ウレハイエス You are my セル、暗闇でくだまいてちゃうサンタイゼ My best Show you why I know 知ってるじゃ物足んないよ、安定のチェホン、安定やなチェホンはやっぱり、はい、あむちゃくちゃ面白いの出てきてんけど。なんすか？いや、もう見てるやろ。全部終わったら出てこい。何これ何これ俺の横では見たくない。俺これ見たくないっす。なんかわからへんけど。これちょ、言っていいですか？ちょ、これ言っていいですか？まあまあまあ、上がってきたんでね。はい。一緒だ。自由人さんや。さっきの人やんか、俺。なるほど。僕いないと思う。
合いになるだろう。長い付き合いにはなれなかったですけど、すいません。ミヤも見てるやろ、ミヤも見てるやろ。だってしかもこれね、うん、一番初めのね、うん、あのアムホールでやって僕修行中の時の。でもこの人めちゃくちゃ好きやで。いやいやもういろいろあったけど俺はリスキーダイスが好きや。自由人さん、はい、なんかいろんな意味でちょっと悲しくなってきます、うん、僕なんでよ、はい、まあまあでもな、はい、それはもうしゃあないじゃないですか、はい、ほんでレッドスパイダーやっぱり、はい、ジュニア君最高やんでってやつですね。ちょっと、あの大引いてるんですけど、なんでやろ、なんでやろ。懐かしいなと思って、チェホンでラップしてみたって。ああこれ前やってた博多フォーケおいく？ねえねえねえ、今更やけどこのトラック知ってる？もちろん DJ チェホンのインパクトやろ。チェックチェック、ヘイヘイ、ラグ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 ラ。カモンセイ。Yo, OK、お題は DJ チェホン。お世話になってるインパクトでライドン。抑えきれんこの感情、かつ暴走する愛情。ラガマフィンが誕生。仲間とラガラガ相方ウェボー。愛した相手はもちろんチェホン。いつでも真っ向勝負。聞いたらわかるさ感動強。毎回痛感エブリデイ、今日いつでも忘れる初心の心、一人歩んでくチャンピオンロード、まだまだ終わらん道の途中、歩んでく道のり日々努力、最高のレゲエのフローと緩急、いつも最高な曲をタッチする。チェホンの曲のタイトルでまあ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 ラップしてみたんでしょうね。なるほどね、はい、なるほど。お、なにこれ聞いた、あ、なんすかそれ。じゃあ行こうか、はい。まあ、ポーチャス、はい、はい、ビッグチョンスね、朝の中のヤモギですよ、はい、うわーすごいの来たで、これすげー昔のブギーマン、はい、パチンコメーンって書いてる、はい、パチンコメーン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 、ルビッグチューンっすね、はい、これもかなりやっぱね、はい、ビッグチューンですよね、はい、何やろ、おお、はい、この女の子気になりません、 T シャツ一枚スタイル、レゲエで好きな曲教えてやって、はい、教えてもらいました。ちょっと待って、なんでレゲエえレゲエで好きな曲って今この子言うの、はい、はい、え、なんで？いや、なんででしょうか。まあまあまあ。なんでも言っちゃってっていうところだけ拾ってんのかな。ああ、そういうこと。セレクター目線。まあ何でも書けますからね、セレクターは。なんかレゲエの曲で来んのかな、はい、思ったら。はい、僕も思いました。全然違うという。はい、レックスやったっけ。はい。書いとこうか、この子のコメントに。レッドスパイダーって書いとこうや。はい、レッドスパイダーで一応買いときましたんで、まあ、T シャツボブマリーでしたね、はい、そんなにね、はい、動きがないかもしれないですね、はい、あ、ちょっとこのベストウェディングパフォーマンスエヴァ結婚式の余興ジャケン
やな、これ。そうですね、すごいな、すごいな。これ結婚式で、あのおじいちゃんおばあちゃんとかどんな顔してたか撮ってほしかった。別アングルで。そうですね、うん、はい、まあ、口ポッカーンでしょ、マジやねんこの子らみたいな。踊り始めたね、うん、これいく、はい、超貴重映像、はい、チェホン VS ジェレックス。ああ、これあれじゃないですか。僕は当時24歳、はい、当時22歳、はい、難しいというか覚えてないな。チェホンが24、はい、もう10年以上前ってことか。はい、10年以上前や。10年以上前ですね。はい、おもろいな。いや、面白いですね、やっぱチェホン。はい、ナナコ、はい、やっぱこう人気あるねんね。いや、そうですね、この2人は、うん、って思うな、はい、TikTok 見てても。そうですね、まああとジュニア君もちらほら見てないですけど出てきてますけどね。見てないですけどね。どうしいな。あとリスキーダイスね。リスキーダイス今日いきなり出てきてちょっと困ったわいや、そしたら見せといてくださいよとね、はい、なんか見たい。お、これいいや、このコンビ好き、ミンミケンディクロス、はい、あ、懐かしいな。パカパカやん。いやいや、まあまあまあ時代を感じます、ね、携帯が、はい、だって会場でライターやってるもんな。そうですね、ただいま、これわかんI'm not your enemy.
若いな二人とも。スーパーっすよね。いやー面白い歌やな。おもろいな。はい。すごいいい歌ですよね。まあ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 、はい、面白いね。はい。うん、キラ。はい。可愛いっていう。この自由人さんをめちゃくちゃ上げてますね。はい、そうですね。アベマ。アベマ。もしもクローゼットにしまいかけた愛も一度輝かせられたら Baby tell me whether we should try again、hey. Oh-oh アンバランスなあなたとの関係それはまるで崩れそうなジェンガの城みたいね Let me hear you say Oh-oh-oh Oh-oh-oh ビッグチューン。はい、はい、まあ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 そんな感じでしょうかね。そうですね。うん、自由人さんばっかやな。自由人さんめちゃくちゃ上がってますね。自由人さんめちゃくちゃレゲエ、はい、推しやな。現場行ってはるんでしょ、ね、うん、レゲエ推しやな、はい、おお、あ、来ました。また来たよ。見たことのあるジャケット。これ何ですか。あ、これね。好き。コメント書いていただけ。あのこの動画終わったらこの PV 流れるんですよ。自由人さんですね、また、うん、はい、自由人さんはもうレゲエを広める活動を手伝ってくれてるってことやと思うわ、はいはい、だから変な話こういう人がどんどん増えてくれたら、はい、うん、確かに、ね、あの、はい、どんどん広がると思うね、はいはい、そう、いくらだからアーティストとかがさ、はい、まあ、頑張ってさ、はい、まあ、プロモーションとかまあするけどさ、はい、まあ、こういう人のはい、さあこう何ちゅうんかな、あの努力とかもある、はい、あったりするわけ、はいはい、そうだからこういうのはちょっとね、こう、はい、なんちゅうんかな、あのバカにできない、もっとバズっていただきたい。そうそうそう、こういう人らがやっぱこうレゲエを広めてくれてるっていうのはちょっと忘れちゃいけないってことだからね、はい、大事なことですよ。いや間違いないです、はい、勉強になります。まあまああの人でもリスキーダイス待ってるって書いてたからね、はいはい、まあ、それは宮本に伝えて届けばいいですね、はい、ほんまに、ということで、はい、急に締める。まあまあ、はい、まあまあこんな感じかな、ね、まあ、あの今レゲエタグでちょっと見ましたわ、まあ、とりあえずあの最後にやっぱ、うん、麺あげてるところとか見たいですけどね。何麺あげてるところとか見たい。いやもう麺の人はええよ。麺の人は麺はええねんけど、はい、ちょっと変わり種ちょっと欲しいよね。そうですね。あ、これいきましょう。あ、これはいったな多分。7個や。自分の車で。じゃラガージュですやん。7個。車でアドミナルベリー聞いてんやん。タナケン。あ、来ました。レゲエ早口チャレンジ。すげえ早口やわ。おもろいな、はい、これどうですか。
ここにあんのさ。やるなコミュニケーション、テイルラックに入り込んでスタイルラッツァファイア。やっぱ海似合うな。そうですね、やっぱりレゲエって、はい、うん、はい、あとはねちょっと気になるの、はい、これいきましょう、はい。これあれやな、あの昔やってたアメ村の、そうです、三角公園の前のゲリラライブやな、はい、これは、はい、いいね押しとくわ今いいね押しといたわ、なんかこれ気になれへん。モノ自分で言うてるやん。モノマネ芸人じゃなく本物の弟自分で自分でうちゃくちゃおもろいな。さすがやな。まあまあ、はい、今日は最後じゃあ、はい、どれで締めます、これいく最後、はい、高校なしなし、中学の校歌レゲエみたいなやつ、はい、まずさ、何何何、中学の時の校歌って歌えるわ。なんかまあどんな感じ、若葉が香る、あみたいな、まあまあそんな感じ、あ青木みたいな、まあ、いわゆるなんかう、うん、みたいな、うん、お前は、俺ね、うん、西中のみんなが集まれば太陽の光照らすポン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 みたいな感じだった。マジで、おそんな、なんか レゲエみたいな、もうラガみたいな、わかんない、俺中学の時か、これは、ね、西中のみんなが集まれば太陽の光照らすボイ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 。楽しそうなね、楽しそうな学校ですね、はいはいはい、ということでもう最後はぽいぽいで今日は、はい、終わりたいと思います、はい、ということで、はい、今日ははい、まあまあこういう感じでやっぱりチェホンとナナコ、はい、根強い、根強いですね、人気があると、はい、チェックしておきましょう、はい、はい、皆さんもね、はい、TikTok してる人とかは、はい、どんどん好きなアーティストを、はい、こうプッシュしてください、はいはい、いやそれYouTube のズンズンチャンネルの切り抜きってあれ誰がやってあるんですか、うん、知らん、あれ勝手にされてるんですか、はい、あいや僕あれめっちゃ見てるんですよジュニア君があの配信してるやつの切り抜きみたいな、そうそうそう、俺もあれ知らない、編集されてね、はい、俺も知らない、会ったこともないです、あそうなんですね、はい、まあ、勝手にやってはんねや誰か、勝手にやってたらすげえすげえということで、はい、今日はまあこんな感じで、はい、まあ、TikTok を見て、はい、最近のレゲエどんな感じなん、はい、みたいな、はい、企画でした、はいはい、ということでまたしたいと思います、はい、よろしくお願いします